はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はですね、今週末に展示会があるんですね。はい、豆盆栽、商品盆栽のさらに小さい方のこういう展示会があります。で、私も展示をするので準備をしていたんですが、これが主木で、これは針金を外しますけど、はい、で、これがちょっと高いところにこうあってね、うん、で、これが添えの実物になるんですけど、うん、これはここに実がついてるでしょ、イボタ、イボタ、イボタ、相当ちっちゃい、そうですね、すごいちっちゃいですよね。これがあれです、主木だから、この大きさに合わせるとやっぱこのくらいちっちゃくないと、うん、自然界を模写するわけですから、これが山の上ということで、なるほど、これが山の中腹、うん、これだけだと色がね寂しいんですよね、緑ばっかり、はい、野原を表現するために草が欲しいなと思ったら、うん、ちょうどいい大きさのがちょうどできてなくて、はい、これが毛糸の種をまいて2ヶ月前にまいたやつなんですけど、うん、半分虫に食われてなくなっちゃったんですよ。綺麗に揃うと結構綺麗なんですよね、はい、なんでここの生きてる部分を掘り上げて、こちらの鉢いっぱいあるんですけど、これから鉢合わせ しますけれども、うん、このサイズに植えて、それで色付けにね野原を表そうかと。秋らしいと思います、ケイトだから。ケイトは秋の、そうですね、うん、9月の展示なんでやっぱ秋ですよね、イベントはグリーンクラブで、グリーンクラブです。17、18ですね。そうです、17、18、1階の室内で半分が展示会、うん、半分が売店ですね。売店、はいはい、うちとか、それから蜂の大和魂さんっていう人がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、とか狛江の方の商品盆栽やってる徳南さんとか、それとあと山野草もやるけど商品盆栽もやる入沢のおじいちゃんとか、ね、出ますので、はい、よろしくお願いします、はい、しますもちろん入場無料で、はい、展示会は10時から4時半、うん、今週ですね。今週です。今週です、はい。じゃあ始めます。じゃあこれはちょっと置いといて、それでまずですね、この毛糸をね、そーっと取らなくてはいけませんから、はい、ピンセットで、よっ、ほら、こんなになってるんですよ。結構巻いてますね。そうですよ。2ヶ月でね、だいたいこうなるんですよ。1年草でしたっけ？1年草です。で、この毛糸っていうのは、ここに入、あ、もう取っちゃった毛糸。全部取っちゃった。よくお庭に生えてる大きな毛糸あるじゃないですか。こうベロベロベロってしてる。よく生えてるんですね。こう背がこのくらいになって、花がこんな大きくて、種がよく取れるんで、その種を取っといて、今ちょうど取れます。ほうほう、野原にも生えてるし、人ん家の庭にもあると思うんですけど。人ん家の庭。すいません、お父さん。切っちゃって。毛糸も切ったのね。ああ。種がだから、こういうふうに、こういうところにできるわけ。こういうところの。ここが種。野原にある状態。これが種ですね。あ、これ全部種。うん、ここのとこ全部。こうやってやるともうボロボロ落ちる。で、こう落ちた状態。種が落ちてる。すごい点々が。うん。で、こうやって振るって、落として。それでまたこれを冷蔵庫に。冷蔵庫。うん。しまって来年のいい時期に巻くと。ああ、うん。同じやつに見えないですね。大きさが全然違うから。大きい鉢だと、こうなんの。これも半分溶けちゃった。鉢のサイズで違うと。そうです。あとね、巻く時期なんですけどね。巻いてだいたい2ヶ月で咲くっていう決まりがあるんですけど、うん、早く6月に巻いちゃうと、7、8の成長期で暑くなっていくんで、背が大きくなる。なるほど。で、このちっちゃいやつは、8月の頭くらいに巻いたのかな。そうするともう、すぐ花が来ちゃう。成長する暇もない。なんで、9月の展示会だったら8月の頭かな、巻くのは7月はちょっと早いかもしれない。で、数をうんと巻くとこういうふうに密集しますから、密集するとやっぱお互いに引っ張り合いして背が低くなります。ところがね、今年の夏はちょっとダメなんです。まあこれはいいやね。これをですね、手で割ります。ほら。はい、これはこれ。で、こっちがちょっと土が多いのと、あと虫に食われて葉っぱがないのがほら生えてますからね、こうちっちゃいのはいらないから、こうこれ1本余計かな、鉢のサイズからいったらこの端っこはいらないでしょう、はい、うん、そっと取ります。これを洗います。はい、と土がほぼ落ちる形でこんな形になりますね。一年草なんで来年のこと考えないでいいんで、はい、根っこ邪魔だったら切ります。
やっぱ冬に枯れるんですか。花が咲いてね、1ヶ月咲き続けますね、ケイトは。長いんで結構展示には使えるんですけど、11月が最後かな。うん、うん、もう枯れます。でまた種取って、そう、これから種は取れないので、さっき庭に大きいのを生やして、そこの種を取っといて、で巻きたい人は1週間ごとに巻いとくと、あのいろんなサイズのができるし、いろんな時に使われます。でこれを、問題はどの鉢でやるかなんですよね。こっちの鉢が分かるかな、これがあの青とレモノなんで、できれば重ならないように、緑か、これだとちょっと派手な感じになるかな、ね、色気がね、これがちょっと派手な、四角い方がいいのかな。こっちも四角いですけどね、うん、そうだよね、長方でしょ。で、あとこう完全に同じ色の、うん、これが可愛いかもしれない。そうですね、赤に赤、意外と、うんうん、こっちだと派手になりすぎます、やっぱり色がね。緑に入れてみようか。この間ですもんね、うん、緑だと毛糸の花の色には、これだとちょっと奇抜すぎるし、やっぱ丸の赤。はいはい、これこちらに、ね、小さい鉢でしょ、うん、貴重品ですよ、ね、貴重品です。で、残ったやつもったいないんで寄せて、これもう一回洗って、これはこれで植えときましょう、ね、じゃあこれに植えますね。これ穴がね、こんなちっちゃいんで、見ますか、うん、はい、穴ちっちゃいんでね、網を止める必要はないですよ、はい、土の方が大きいからね、穴よりね、うん、ほらこれ土落っこちない。なるほど、はい、少しだけでも粗いのちょこっとね、ほんとちょこっと、はい、こんな感じで、これを乗っけて、その時に足の位置と柄を見て、花のこっち前かな、こう一応花もこっち前、こっちじゃなくてこっち前ですね。それで足の位置がここ、この線がくっきり出てるんで、こうやって草とはいえ正面を決めます、はい、でこれ抜けちゃうんで、やっぱり止めます。これね、引っ掛けて、はい、ちっちゃいけどちゃんと止めます止めないとね、ちょっと持った時にポロッと落っこっちゃうからね、小さいは小さいなりに結構大変ですからね。でこれが植わった状態になりますかね。それであとは土を、はい、土はもう一番細かいやつでね、超豆の草ですね。もう毛糸はとっても便利ですよ、本当に。これあの、こんなちっちゃい鉢植えてどうやってって思うと思いますが、はいはい、これ水つけといて平気です、この毛糸は。あ、そうなんですか。はい、つけっぱなしで2ヶ月ぐらい溶けないで生きてますよ。だから管理はそんなに大変ではないです。不思議なんですけどね、一年草だからかな一年草って意外とその年だけ一生懸命なんですよ。水を吸わせて、はい、はい、ギュッと押して少し押して完成です。あとは苔ですね、うん、ちっちゃいですよ、ちっちゃいですよ、うん、これぐらいじゃないとね、うん、もうこうなったらね、もう土いらない、水だけで生きてきます、はい、ちっちゃいのでこれで展示が決まりましたね、はい、はい、これがこうなって、うん、こうなって、でこれが多分この下に、これが上の方に来るんでね、こうなるんで。そんな高いんですか。高くします。このくらいだと思いますけどね。でこれもちょこっとこのくらいになるから、うん、そうすると今食が今手元にないんであれなんですけど、うん、そうするとこのこれが一番下、ジータに乗る、はい、これあの17、18と上野のグリーンクラブに展示してありますのでご覧ください。実物が置いてあると。はい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 、実物がね、ということで、はい、皆さんこのサイズ感をねサイズ感をこれこっちに帰ってるから、うん、右側なんですよね。本当はね、うん、これ木はこっちが表なんですよ、はいはい、なんですけど実がこっちへ向いちゃったんで。なるほど、ひっくり返した。なんで一回抜いて鉢もひっくり返しました。こっちがね、実がある方になってたんで、はいはい、
しょうがないなって抜いてスポッてひっくり返してこっちに表にしたんですけど、これは本当はこっち向きなんですよね。こういうふうに飾るもんなんです。ただ見えないから諦めてしょうがないんですよね。ただこうなってるんでね、うん、こっち流れてるけど戻ってきてるんで、なるほど、この辺は許してもらおうじゃないかと。許してください。はいはいはい、逆です本当は、うん。厳密に言ってると何も飾れなくなっちゃうので、ある程度で許してもらわなきゃいけない。この豆鉢はうちの売店で17、18販売します。そうですね。はい。ちょっとね、使ってあるのが多いんで、これから磨きますけどね。はいはい、交互期待で。交互期待。高くないです。大丈夫です。なかなかね。500円から800円です。あ、そうですか。はい。へー。はい、はい。作った作者がいっぱいあるから、いっぱい買ってっていうことで。で、これを最初展示に使おうかと一瞬思ったんですよね。綺麗に紅葉してるから、はい、この鉢が全然おかしいじゃないですか。この鉢は中国鉢の、まあうちでいうところの3個500円で売ってる鉢、うん、可愛くないんで、はい、これをちゃんとした鉢に植えたいなと思ったんです。これはもう簡単ですよ、はい、スポッて抜いてスポッてやればいい。これでも展示はしないんですか。もう一つ展示をするんですよね。そっちがまだ決まってないんで、もしかしたら使うかもしれない。そうですね。で、これが青つづら藤という植物ですね、はい、これがこれから青くなるの。すごい綺麗なあの色になる。ブルーベリーみたいな。そうですね、ブルーベリーみたいな、うん、これもこのまんまじゃどうしようもないっていうので、はい、あっさりと切って小さくして鉢に入れます、はい、まずこの枝が邪魔して実が見えないですよ、うんうん、これをここ切ります。根元から、はい、そしてこっちの枝が長すぎるでしょ。この辺の枯れ枝をとりあえず切っといて、これが長すぎると。で、見ながら、まだ長いね。要するにこの木はこういってこうなる木なので、うんうん、ここの枝がまっすぐなのがいけないんですよ、これね。で、この木は元からまた吹いて枝ができる木なんで、この枝があの来年なくても何の問題もないんです。形が毎年変わる植物、はい、元から吹くんです枝が。こうなんでこれはいらないだろう、はい、でこっちが長すぎることね、はい、とりあえずこの辺で一回切ってみると、葉っぱが後ろに行っちゃってるんで、やっぱりここで切ってみる、うん、このくらいでさっぱりしたさっぱりしましたね。はい、実もよく目立ちます。確かこうなるともう鉢が大きいですね。そうそうなってしょうがないんで、ただこれは根伏せでできてるので、根っこがどうなってるか全く見当つきません。よし、あ、まだそんなに根が回ってないから、これは簡単でしょ。ほら、なんか秋の植え替えで、小白は動画でやったんですけど、こういうものもなんかあるんですか。9月はね、植え替え OK ですよ、全然。植え替え OK。 ただ春ほど根っこは切んないですけどね。春は3分の2ぐらいまで切っても OK なんですけど、半分ぐらいとど、うん、めとく。で、あとバラ科の植物だとリンゴとか、はいはい、ああいったやつはバラ科なんで、バラは秋植え替えなんで全然問題ないです。あと桜も OK ですね。もう花止まってますからね、桜大改造しない限りは。ほら、こんなちっちゃくなっちゃった猫が、ね、本当にね。これ切っちゃいましょう。丸切り違うね。鉢合わせですよ、ね、こんな感じでチラチラっと、はい、できましたが、あんまね、新品だとね、ピカピカしちゃうんでね、一回使ってあるやつ入れてみてってやつですかね、うん、こんな緑丸です。もちろん優しい、うん、優しいけどちょっと低いかなと思う、うん、これだと入らないでしょうね。これだとちょっと下げる形になっちゃうから、うん、合わない。これが無理かな。かわいいですね。かわいいですよ、これ、うん、これいいですよ。上がぐちゃぐちゃってした木の場合、下がきっちりしてた方が引き立つんですよね、うんうん、ぐちゃぐちゃって曲がってる鉢よりこれいいんじゃないかな、ね。もっと青くなりますからね、これは。そうですね、うんうん、ほら、要するにこういう
こういうのは安易な感じなんですけどね、うん、安易な感じ、ちょっと大きい、これはもう完全に大きすぎます。やっぱこれかな、これってあの趣味の問題だから、鉢合わせは自分の好きな鉢に植えればいいんですけど、うん、そう、でもこれがやっぱ一番よく見えますね、うん、なんとなくね、うんうん、実の色が青になった時は引き立つと思います。下が淡い色なんで、うん、じゃあこれで入れときましょう、はい、もうあとは一緒ですよ、はいはい、あ、ちょっと長かったね、今止まりましたので、はいはい、うん、これがこれ普通だとすごい細かい方になるんですけど、うん、このサイズだと粗い方に入るんですね。で来年のためにちょっとマガンプ系を少し少しいいです。あとは前っていうのは特にないかな、色も変わんないですからね、うん、これではもう豆盆栽って究極に土が少ないですよ。そうですね、うん、全然それでもちゃんと生きていくんです。水と太陽の光で光合成してんじゃないですかね。先輩から教わるとだいたいこんなくらいで土本当に少ないですよ、ね、大変そうだなって思っちゃいますけど、何大変です、大変です、慣れです、慣れ慣れれば大丈夫、うん、だって大きいのも同じ回数でやっちゃいますからね、水タイミングなんですよね、水やるタイミングが一瞬早い、だからお庭見て あそろそろ乾くかなと思ったら豆だけ30分ぐらい早く、回数一緒なんですけどやるんですよ、30分ぐらいズレがあるかな。だからちっちゃいのばっかりやってる人はね、もうタイミング分かってるから問題ないんですけど、うん、大きいのとちっちゃいの両方やってる人はね、でこれ余計なものがいっぱい出てるでしょう、切っちゃいますよ、これを入れて、入りました、はい。実色つくのはどのぐらいですか。あと2週間ぐらいで青くなるかな、早ければ1週間ぐらいで、青はこの青だからね、この色になるわけですから、だいぶ色変わってきたんですよ。1週間前はもっと緑してましたけど、少し青みがかってきたから、あと1週間あれば。なるほど。だから展示は今週末なんでね、うん、ちょっと早いんだけど、でもしょうがないね。しょうがない、そればっかりはしょうがない。で今回はその豆盆栽の展示用の植え替え、はい、そうですね、本当は植え替えは1ヶ月ぐらい前に終わりにしといてほしいんですが、うん、どうしても急に枯れちゃったりするじゃないですか、はいはい、実が落ちちゃったりとか、そうですね、うん、そういう時はもう1週間前でもとりあえずやんないといけないので、はい、はい、だからね、まあ、特に草なんかはね、こう花物の場合はね、よくあることですよね、うんうん、これなんかもだからこれなんかもできればもうちょっと早く、実が止まって落ちなくなってからなんで、これ実が止まったのがちょうど8月の終わりぐらいには止まっていたんで、あと1週間早くね植え替えれば落ち着きますから。なるほど。ギリギリだとね、水やる人も大変ですね、展示会。なるほど。枯れる可能性もあります、ね、でこの盆栽が見れる展示会が、はい、商品盆栽フェスティバルですね。これは日本商品盆栽協会東京支部っていう支部があるんですけど、日本盆栽協会っていうのは、まあ、東京が主体で、今から50年以上経ってます。昭和45年ぐらいかな、東京商品盆栽会という名前だったんです最初、はいはい、だから手のひらに乗る盆栽が主体で、うん、初代の会長さんが深村是光さんっていう、あのお笑い界のね俳優さんだったんで、その方が亡くなってから、まあ、一般の人が代々ついてるんですけど、展示会は19席、で19席です。新人さんが結構入って、若い人がすごい興味を持っていただいて、今まであのお年寄りが多かったんですけれども、うん、ガラッと変わりまして、若い人ばっかりの運営になってきつつあります。それはもう大野チルドレンみたいな。いや、それとは関係ないんですよ。リモートでお家にいる時間があるじゃないですか、はいはい、そうすると水をやれるんですよ。あ、なるほど。もう朝から晩までうちにいない人っていうのは盆栽なんか水やれないじゃないですか、うん、それとあとパソコンずっと見てるんで目が疲れるんじゃないですか。そうですね、緑見たいと、うん、でもアパートベランダしかないと、ベランダ狭いからなんか
って言った時にちょっとこう面白いし、こう工作的な意味合いもあるし、それからあと育てるっていうこともできるし、形をガッと変えることもできるし、普通のあのお花育てるのとは全く違った楽しみがありますから、うん、飾れるっていうのもありますね。そうですね、うん、でもこのサイズの展示会、そうですね、まあ、あのもうちょっと大きいのも飾る人はいます。サイズの限定がないんで、ただ手のひらに乗っかるのが条件です。手のひらに乗せる、一つでも、うんうんうん、だから鉢がこのくらいまでってことじゃないですかね。サイズ、うんうん、これ以上大きいとほら乗っかんなくなっちゃうから、ということです。あんまり限定みたいのはないんですけれども、うん、強いて言えば風景を作るっていうのが目標ですよね。木を見るとか、はい、木を飾るじゃなくて、すべ、うん、てのもので石も置きますし、天拝っていうお人形、お人形、天拝、はい、天拝も飾りますし、要するに海辺なら海辺、山の風景とか秋の野原とか自分家の庭とか、うん、神社の中とか勝手に皆さんこう想像して、なるほど、そこを再現するんですよ。だから、うん、飾りを見るときはここは何を表してんだろうって、うん、ね、見ていただくと、まあ、台がつくかもしれないしつかないかもしれないんで、なるほど、そんな感じでね、うん、やります。だから自主にはこだわらないし、サイズにもあんまりこだわりはないです、うん、ただ小さいんですよねだんだん小さくなってきちゃった。日にちが18、19だっけ、17、18日なので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、よろしくお願いします。若い人の展示っていうのもね、なかなか見る機会ないから面白いかもしれない。そうですね、初めて展示する人がいっぱいいますし、うん、なるほど彼女です、彼女です、はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼します。